マフォンオリジナルの型紙ファミリートレーナー。家族みんなで楽しめるゆったりタイプのトレーナーの型紙です。ロックミシンを使った作り方はすでに動画でご紹介していますが、今回は家庭用ミシンだけで作る作り方をご紹介します。マフォンのニット生地は縫いやすいので、家庭用ミシンでも簡単に縫うことができます。うちにはロックミシンがないからニット生地は縫えないと思っている方にもぜひ見ていただきたい動画です。動画を見ながら1工程ずつ丁寧に縫い進めれば、初心者さんでも必ず完成できます。おうちのミシンでお洋服を作る楽しさをぜひ体験してみてください。用意するもの。マフォンのリバーシブルジャガードニット生地、生地幅150センチ、長さ 1.5メートル。マフォンのスパンフライス生地、生地幅90センチ、長さ50センチ。ニット生地用ミシン糸、ニット生地用ミシン針、伸び止めテープは今回幅12ミリのものを使用しました。マフォンの生地は両面使えるリバーシブル仕様、表と裏で色が反転します。今回は本体にフラスコアイボリー配色のシャボン柄を使います。とても爽やかなイメージの生地です。袖口や裾、襟のリブ部分に使うスパンフライス生地にも同じフラスコ色を選びました。本体生地に使っている色をリブ部分に使うと、お洋服全体がまとまりある仕上がりになります。生地を選ぶ時のご参考になさってください。ミシン糸は必ずレジロンなどニット生地用を使います。伸縮するニット生地に合わせて作られたミシン糸です。不白用の一般的なミシン糸を使うと糸切れの原因になりますのでご注意ください。ミシン針もニット生地用をご用意ください。針先が丸くなっており、ニット生地の編み目を傷つけにくい作りになっています。押さえ調節機能があるミシンの場合は、押さえを軽めに設定するとニット生地を縫いやすくなります。伸び止めテープは前身頃の肩の裏に貼ります。お洋服の型崩れを防ぎます。こちらもニット生地用の伸び止めテープを使うと柔らかな仕上がりになり、ニット生地の風合いを損ねません。その他、生地を留めるときにソーイングクリップがあると便利です。待ち針でも良いのですが、クリップの方が指を刺す心配がなく、簡単に安心して使えます。あとはミシンとアイロンを用意して準備完了です。トレーナー作りをスタートしましょう。生地を裁断します。型紙を置いて生地を裁断していきます。裁断するときは生地の向き、方向に気をつけてください。ニット生地は縦方向は伸びにくく、横方向は伸びやすいという特性があります。型紙を置くときは、型紙に書いてある矢印と生地の縦方向、伸びにくい方が揃うように型紙を置きます。正しく型紙が置けたら裁断していきます。重しに使っているのはテトラウェイトです。歯切れで簡単に作れます。作り方はマフォンのブログにありますので、ぜひ作ってみてください。裁断するときは合い印も忘れずに入れていきます。合い印というのは、裁ちばさみの先で入れる 2-3 ミリの切り込みのことです。2枚の生地を縫い合わせるとき、位置を合わせるために使えます。合い印を入れておくと縫う時の目印になってとても便利です。忘れずに入れましょう。リブ部分のスパンフライスも同じように裁断します。すべてのパーツが裁断できました。伸び止めテープを貼ります。前身頃の裏、肩の赤線部分に伸び止めテープを接着します。伸び止めテープを肩に貼ると伸びや型崩れが防げます。仕上がりが柔らかいニット生地をお使いください。肩を縫います。
前身ごろと後ろ身ごろを中表に合わせクリップで留めてから、赤線の肩部分を縫い代1センチで縫い合わせます。縫い始め、縫い終わりは必ず返し縫いをしてください。もう一方の肩も同じように縫います。縫い終わったら縫い代はアイロンで後ろ身ごろ側に倒します。襟をつけます。前襟、後ろ襟を用意します。2枚を中表になるように合わせ、両端をクリップで留めます。両端の赤線部分を縫い代1センチで縫い合わせます。縫い始めは返し縫いして、中央部では一度押さえ金を上げて角度を変えて最後まで縫います。反対側も同じように縫います。縫い代はアイロンで割っておきます。半分に折って出来上がりの形に整えます。左右の肩位置、前中心、後ろ中心の合い印に合わせてクリップを留めます。襟の前側の方が長い作りになっています。身ごろを用意し、合い印を合わせて留めていきます。まずは前中心と後ろ中心、右肩、左肩の肩線をそれぞれ合わせてクリップで留めます。このままだと縫いにくいので、クリップとクリップの間をさらに留めていきます。襟リブに対して身ごろの方が長くなっています。留めるときは襟リブを少し引っ張るようにして生地を合わせ真ん中で留めます。残り2箇所も同じように留めます。襟をぐるりと一周するように縫います。縫い代は1センチです。襟の継ぎ目と身ごろの肩が重なる部分は縫い代が分厚くなって縫いにくいので、ずれないように注意します。少し出た縫い代部分はカットしておくと出来上がりが綺麗です。リブを少し伸ばしながら縫い代1センチで縫い付けていきます。縫い代が重なる部分は特に注意して、押さえ金を上げて生地を整えながらゆっくり縫い進みます。縫い始めまでぐるりと一周縫えたら、最初の縫い目に重なるように返し縫いして縫い終わります。先ほど縫った生地端にジグザグミシンをかけます。襟リブをつけた3枚の縫い代が安定し、すっきりと仕上がります。一周ぐるりとジグザグミシンをかけていきます。ジグザグミシンの設定はお好みですが、今回は幅5ミリ、縫い目の長さ 2.5 ミリにしました。縫い始めまで来たら、そのまま 1,2 センチ最初の縫い目に重ねて縫い、直線縫いに変えて返し縫いして縫い終わります。アイロンで形を整えます。首周りに 0.3 センチのステッチを入れます。このステッチは入れなくても良いのですが、入れると縫い代が安定し、着心地も見栄えも良くなります。着た時に目につく部分になるので、一定の幅で縫えるようゆっくりと綺麗に一周縫い進めましょう。襟がつきました。袖をつけます。身ごろを開いておき、袖を中表に合わせます。袖には前側、後ろ側があるのでお気をつけください。型紙で合い印が2本入っている方が後ろ側です。合い印を合わせてクリップで留めていきます。留める順番は先に両端、真ん中を留め、その後その間を留めていきます。
留めたところを縫い代1センチで縫い合わせます。ちなみに裏側はこうなっています。肩の縫い代は後ろ側に倒れています。縫い代1センチで縫っていきます。最初は返し縫いして、生地がずれないように気をつけながらそのまま最後まで縫い、最後は返し縫いして終わります。反対側の袖も同じように仕上げてください。両袖が縫い付けられました。先ほど縫った襟部分ではリブと本体の縫い代の重なりを安定させるため生地端にジグザグミシンをかけましたが、今回はかけません。マフォンの生地はほつれにくいので生地端の処理をせずにお使いいただけます。脇を縫います。袖をつけた本体を中表にして畳み、裾から袖口までの脇をクリップで留めて赤線部分を縫い代1センチで縫い合わせます。縫い代が重なる脇の下の部分は縫い代が片方に固まらないように互い違いになるように倒します。縫い代1センチで縫っていきます。縫い代を互い違いに倒した脇下部分は倒す方向が変わらないように気をつけて縫います。反対側の脇も同じように縫ってください。両脇が縫えました。裾リブをつけます。裾リブを作ってつけます。作り方は襟リブと同じです。2枚の裾リブを中表に合わせて両端をクリップで留め、赤線部分を縫い代1センチで縫います。縫い代はアイロンで割ります。半分に折って出来上がりの形に整え、合い印をクリップで留めておきます。裏返した状態の身ごろを用意し、身ごろの中に裾リブを入れるようにして合い印を合わせて留めます。クリップとクリップの間も裾リブを少し伸ばして合わせて留めていきます。赤線部分をぐるりと一周縫い代1センチで縫います。襟リブと同じように直線縫いの後、生地端にジグザグミシンをかけて仕上げます。縫い代1センチで直線ミシンで縫ってから、生地端にジグザグミシンをかけていきます。裾がつけられました。袖口リブをつけます。袖口のリブも裾リブと同じように縫います。袖口は正方形に近く縦横の方向を間違えやすいです。必ず伸びにくい方が縦位置に来るようにしてください。それぞれ中表に半分に折ってクリップで留め、赤線部分を縫い代1センチで縫います。縫い代を割って出来上がりの形に整えてから、中表になるようにして袖に入れ、合い印を合わせながらクリップで留めます。ぐるりと一周直線で縫い、その後ジグザグミシンで生地端を縫います。脇の縫い代は後ろ身ごろ側に倒します。細かい部分なので縫いにくいですが、リブを少し引っ張りながら一周縫います。引っ張りすぎて針が折れないように注意してください。直線ミシンの後、ジグザグミシンで生
生地端を処理します。袖口がつけられました。反対側の袖口も同じように仕上げます。最後にアイロンで形を整え、ファミリートレーナー完成です。お手入れの仕方。洗濯機で洗うときは必ず熱湯に入れて洗ってください。服を裏返して熱湯に入れるとなお良いです。干すときは生地の方向、伸びにくい縦方向に伸ばすようにして形を整えて干してください。大切に丁寧に作ったトレーナー、正しいお手入れで長くご愛用いただけたら嬉しいです。家族みんなで楽しんでほしいという願いを込めて作ったファミリートレーナーの型紙。お兄ちゃんがお母さんと同じサイズを共有したり、お父さんの L サイズを他の家族が大きめトレーナーとして着たりなど、いろいろな楽しみ方ができるのが魅力です。ゆったりしたラインなので、冬は重ね着したり、少し暖かくなったら1枚でも着られます。インナーレギンスなどと合わせてパジャマにするのもおすすめです。型紙はマフォンのホームページで販売しています。サイズは S、M、L の3サイズです。おうちのミシンでぜひ素敵な作品を作ってみてくださいね。 Happy sewing with マフォン。